改札口、あ、上に行かなきゃいけないの、え、どこ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 、え、どういうこと、東寿司駅に降りました。ここは相対式ホームで、上り線東京方面ホームに側に改札がありますね。意図してないけど久しぶりに見ましたね、コンビニ。栗浜はありましたけど、衣笠もありました。横須賀なし、田浦なしね、久しぶりでもない2駅3駅ぶりぐらい。あー、やばいやばいやばい、下がで猶予は18分です。まあローソンはいっか、さっき買ったんで。余裕であと2駅です。ここ含めてあと2駅行けます。時間もありますので北側に行きましょう。出口はありません。ここは逗子市ですもんね。田浦も、田浦は何ですかね、どっちなんですかね。もう住宅ですね。自転車置き場があります。バイク、スーツ着た方がねバイクでお帰りになる模様ですね。だいたい15分に1本ってとこなんですね。まあ全然来る方でしょう。もうこれ駅ですよ、まあ、絶対にやっちゃいけないですけど、登ろうと思えば登れますね、ホーム。いや、それがねやりたくなるのって、やっぱりこっちにも出口が欲しいっていうね。で、横須賀方面、栗浜方面に行くのに、あやち登って階段登って上がって下がって登ってか2回あったなねえ、めんどくさいよね。なんか綺麗な建物がありますね。老人施設かな。やっぱりねこういうのは昼間に来るべきですね。もう何度も言ってますけれども、いやーねー、夜起きてても何の意味もないよね。得もないし損だけだよ。あの電気代がかかりますんで、朝方生活の方が絶対いいと思いますよ。朝寝るって方が絶対もったいないもんね。いやー、もう線路の何側？南側？は北側か。すぐ住宅だね。え、神淵踏切って書いてある？そういう駅あるよね。京急線、京急逗子線。神淵。
にご注意ください。ヨークマート、へえ。ちょっと行けばあるんだ、まあ、今日は用がないんでいいんですけど。頭陽高校、逗子と葉山町だから頭陽高校っていうのかな。いやすごい、なんか犬率が高いのはなぜ。ここは散歩コースなの。あ、トイレ行ってたの。沼間南大ハイツ、逗子アーデンヒル湯沼間中学校、こっちが小学校だよ。遠い。いやーすごいね、もうすぐこの山越えたら葉山町だからね。あ、今降りてきたんだみんな。意外と時間が余りました。バスはないんだね。なんか像が立ってるよ。見に行きたくはないけれども、ヨークタウン見えんのかな。抹茶ラテ、あ、美味しそう、飲みたい。見えはしないな。いや横須賀に配達ってなったらきついよね。トンネル登っていくわけですよ。トンネル登るって意味わかんないけどさ、それしなきゃいけないんだもんね。へえ、あ、マジで。東逗子駅って書いてあるんですけど、 JR の文字がもうないですよ。ちょっとほら、もう色が抜けてる。風のためすごい手ぶれがやばい。すごいよね。まああと5分になったんで行きましょうか。あれ？しばらくお待ちください。乗りすぎたかな。時期が弱った。何にもしてないのにね。今からは18切符仕様で窓口しか出らんない。そうなるのでしょうか。あ、秋の乗り放題パスを使ってるんですよ。ここはあれ入るんですかね。そこにローソンありました。ローソン Wi-Fi。 JR さんも電車に Wi-Fi つけませんか。お願いします。 Wi-Fi 中毒、充電中毒な私でございました。あと3分、ようやくゆっくり乗れそうなので待ちたいと思います。まあ、じゃあ東逗子駅はこれで終わりたいと思います。すみませんね、なんか一番